全国で800回以上開催の就活イベントニーツカンパニー。イベント終了後ご希望の方にはリクルーターがついてあなたの就職活動をサポートします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル、これから伸びる業界というテーマでお送りしたいと思います。物の売り方が結構革命的に変わりそうな感じはしてるんですよ、うん、C2C というかライブ配信で物を買うとか、はい、ネットで物を売るのは当たり前、まあ、なんかちょっとずつこう変化はしてるんですよ。テレビ業界に入りたい方って一定数いらっしゃる。一定数いらっしゃいます。でももうぶっちゃけもうオワコンでいいか、もう衰退の一歩をたどってるじゃないですかテレビって。これ入りたい業界と、まあ、伸びてる業界、例えばなんだろうなライブ配信とか、はい、まあ、ちょっと似てるっちゃ似てると思うんですけれども、うん、どっちに入るべきと思います。ここまで正直もう結構テレビって衰退してる業界と、はい、伸びてる業界で、なんかテレビの方は結構もうアナウンサーとか、はい、それこそディレクターの方もどんどん脱出してってるみたいな感じなんですけど、ですね、うんうん、まあ、今回ちょっとテレビなんですけど、衰退してる業界と伸びてる業界どっちに入るべき、まあ、結論言って何したいかとか何言いたいかによるので、うんうん、こっちがいいよとか一概に言えないんですけど、はい、個人的には成長している業界に行くことをお勧めします。テレビに限らず、うんうん、やっぱりあの成長してる環境の方がビジネスできる機会が多いので、あのトライアンドエラーできたくさんできたりとか、はい、DDC たくさん回せたりとかっていうメリットがあるので、あの特に若いうち、これ多分あの新卒をあの題材にしたご質問だと思うんですけども、それ鑑みるとあの成長してる産業に行って、そこであの個人の力つけるなり、できることが増やすなりしてからでもまだ行きたい気持ちがあるなら、その後転職でも全然叶うと思いますので、まあ、行く何を得たかにはよるけど、最初のステップとして伸びてない環境を選ぶっていうのはあんまりお勧めしないですかね。打席が入る回数減っちゃいます、はい、減ります減ります、絶対減ります。加護さん的にどう思いますか、その伸びてるところと行きたいけどちょっと衰退してるみたいな感じ、うんうん、いやだからテレビとライブ配信、当然ライブ配信の方が伸びると思うけど、うんうん、まあ、市場規模で考えるのもいいけどね。テレビの会社の売り上げが例えばじゃあ仮に1000億です、はい、でライブ配信は伸びてると 20% 成長、はい、今売り上げ5億です、はい、落ちてる1000億と伸びてる5億どっちがいいんだっけみたいな話があるでしょ、はいはいはい、確かに確かに、うん、だから一般人がテレビはどうたらこうたらだとか言ってるけど、その規模までまあ言ってる会社はほぼないから、はいはいはい、だからただ新聞とかはガチでやばいんじゃないかなと思ってて、新聞の落ち方は半端じゃないから、本当に下手したらあと10年20年 10年後とかはまあ本当数十億とか、下手したらストック差の方がでかくなってるかもしれないぐらいの風には思ってます正直。だけどテレビとかはまあ言うてもなんですよまだ、うんうん、やっぱこうハードのテレビが50歳以上のおっちゃんが YouTube 見てるかさ見てないから、はいはい、だからこの50代以上が全員死ぬまではテレビの覇権は続くと思います。うん、これ新聞だったらどう思いますか。新聞業界行きたいですっていう人と、うん、まあ、電子書籍とかの電子書籍とか、うん、新聞はきついんじゃないですか、はい、本当に落ち方が半端じゃないから、うんうん、テレビは多分入ってからある程度何十年かは結構、まあ、言うてもコンテンツ制作の大凶の上流を学べると思うんですけど、うんうん、新聞は結構もうマジで衰退してるから、まあ、テレビも衰退してんだけど、なんだろう、テレビと新聞の違いは俺がテレビの方が好きだからってまいや、そうそう、テレビはちょっとねそこに夢を持って入ってきてるからな、頑張ってほしいな。まあ、出版そうですよね、確かに、うん、ジャンプとかもジャンプのアプリとかあの有料の漫画買うとか無料で読めます漫画の売り上げの方が、あ の方がってことはないですけど伸び率やっぱ高いので、うん、出版は厳しいかもしれないです。むずいのはさ、テレビってじゃあさ、はい、視聴率 5% ってさ、そんな悪くない、はい、悪くない、確かに確かに人数が多いですからね。で 1.2 億人のさ 5% ってさ、はい、まあ600万人、はいはい、でさ俺さ YouTube でさ500万再生超えとかさあるわけよ、はいはいはい、ってことは実は 5% のテレビ出てるのとあんま変わんないかな。はい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 、確かに確かに。そう考えると YouTube の威力って半端じゃない。半端じゃない。テレビの 5% に出てるのと変わらないっていう、うん、しかもちょっとテレビよりも能動的に見てる人の方が多いから、うんうんうん、もうちょっとこう記憶に残るじゃん、はい、その画面に1人しか映ない人が多いだろうし、はい、テレビよりね、うん、とか考えた時にこれが多分逆転現象なんだなと。だからテレビの中でも視聴率が 10% 超えの要は1200万人は YouTube でもまあ見ない、なかなかそんな回ってるのは、はい、でも100万はザラじゃん、はい、ってことはまあ1枠内のテレビの番組は YouTube に負けてるんだよね、はいはい、うん、あ、そっか、しかも能動的に見てる人数でってことですもんね、うん、そう、テレビはだって垂れ流ししててさ、はいはい、見てない人もいる上でのその数字だから、はい、有効で言ったらどうなんだろうね、はい、なんか倍ぐらいは違いそうな気がするよね。確かにな。
そうでも TikTok とかでバズってるやつでよくテレビの切り抜き流してるじゃないです か、うん、だか結局テレビのコンテンツってすごい面白いんだなっていうのをそういうところで再確認。そう、はい、だからテレビで、だから逆にこれからはテレビ対 YouTube になってどっちもコンテンツに力を入れるんですよ、はい、でその切り抜きがショートで回るっていう感じになるんで結局どっちに力を入れるかで、だからテレビがまた有利になるんじゃないかとも思います。ごめんなさい、これちょっと議論長くしちゃうんですけど、例えばその今おっしゃってくださったように YouTube の再生回数はそれなりに取れてる人と視聴率の一定のと同じレベルだよっていうのはあるんですけど、例えばじゃあ YouTube めっちゃ見たな今日2時間3時間見たわっていう日の YouTube の動画昨日何見たって言われて意外と出ないこと多いなと思ってて、例えばインスタとか TikTok もながらでパン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 スクリーミングストリーミング再生しちゃうんで、昨日何のインスタどこの誰のアカウント見たとか言われても意外とパッて出ないじゃないですか。なんで再生回数回ってるしいいねもされてるけれども聴衆観衆の記憶には別に残ってないみたいなことって一定あるんちゃうかなと思ってるんですけど、それでもやっぱ価値ありそうですかね、そこの再生回数回ること自体の。だその何をもって価値とするかなんだよね。あ、はいはい、その物が売れるっていう意味ではその場で売れれば別にいいわけだし、その場で予約できればいいから、はいはい、テレビの方が余計確かに予約しづらいじゃん、はい、確かにテレビで YouTube で概要欄から予約した方が、はい、でもそのファン化させるとか箔付けするってなったらテレビの方がやっぱり格は今高いよね。確かに確かに。だからまあそれは目的に売るんだけど、お笑い芸人の方とかはやっぱ夢があるロマンがある、うん、ロマンってのは ロジックじゃないですか。じゃないですね。だから YouTube でバズるよりテレビで出た方がキー局の、ね、全国放送の方がやっぱ夢があるわけね。確かに確かに。2秒とかでもそう。そうそういうもんなんですね。やっぱ意外とその街中とかで声かけてもらうときは、はい、TikTok とか YouTube とか見ましたよっていう方が多いんですけど、うんうん、なんかで例えば TikTok で、100万再生200万再生しても、はい、友達から連絡が来ないんですけど、うんうんうん、テレビに2秒映ったときは連絡が来るんです。そういうなんかも違いもあって、あ、なるほどね。それはショッピーさんが30代だからっていうのが一番多分大きくて、確かに、これが今の僕らより5個下の世代ぐらいからはテレビよりもバズる方がすごかったりするんですよ。あ、なるほど。だからこれがじゃああと15年後ぐらいになったら40歳以下の人は全員そうなるじゃないですか。ってことはもう日本を動かす世代が全員 SNS の方がすごいに変わるんで、はい、その時にテレビの価値っていうのは今新聞でちょっとあのショッピーさんが出てたとしても誰も見向けない確かに確かにそんな存在になってるから。あ、なるほど、あ、なるほど、はい、今回はこれから伸びる業界というテーマでお送りいたしました。ありがとうございました。